フーターズエアは、かつて、アメリカ合衆国のサウスカロライナ州、マートルビーチを本拠地としていた、航空会社である。アメリカのレストランチェーンであるフーターズの経営者である、ロバート・ブルックスが設立した格安航空会社である。2003年3月6日に運航を開始した。フーターズ・オブ・アメリカの子会社で、実際の運航は、ブルックスが買収した航空会社である。 ペースエアラインズに委託されていた。マートルビーチ近郊には100以上のゴルフ場があり、それらのコースを利用するゴルフ客を主なターゲットとし、ゴルフ場への直行便として宣伝を行った。2005年12月8日、同社はイリノイ州ロックフォードへの運行を終了すると表明し、2006年1月9日にはすべての定期便の運行が停止された。 その後もペースエアラインズによるチャーター便の運行は継続されていたが2005年に大きな被害を出したハリケーン、カトリーナ、リタの影響による燃料費の高騰を理由に2006年4月17日にはすべてのチャーター便の運行を取りやめた。同社では機内サービスについても通常の航空会社とは異なるサービスを提供することにより他社との差別化を図った。通常、 アメリカの格安航空会社では食事などのサービスは省略されていることが多いが、同社では1時間以上の飛行時間がある便では軽食が無料で提供された。また、機内には通常の旅客サービスを行う客室乗務員の他に、二人のフーターズガールがレストランと同じコスチュームで同乗し、乗客の話し相手となっていた。 ボーイング737から300外観上は、同社の親会社とイメージを揃えた白と、オレンジ色のツートーンで、細い青帯が一本入ったもので、機体と垂直尾翼には、フーターズのロゴマークが描かれていた。格安航空会社ではあるが、機内の座席シートピッチを34インチとして、定員を抑え、座席表皮もすべて本革張りとなっていた。これを同社では、ターゲットとしている。 ゴルフ客にちなみ、クラブクラスと故障、案内していた。ありがとうございます。